切りでやってください。はい、お願いします。やりがいはもちろんあります。本気でキャラと向き合ってるし、キャラにぶち当たっていこうっていう気持ちはあるんで、配給の厚さっていうのがすごく自分を成長させてくれた。こう劇団みたいなものになるといいなと思って、劇団配給を作ろうみたいなことを言ってたんですけど、やってることはやっぱり基本的にはバレーボールの試合をやってるんですけど、それがいつの間にか踊りになってるというか、なんか違うものに変わってって、全員で一つの動きを表現するみたいなものがたくさん盛り込んであるので、なんか最初は苦労した人もかもしれない体育館そのまんま持ったみたいな。そいつの名前は西村優、ポジションは龍。僕らが古い時でも正常が助けてくれたり、一人じゃ何もできないんですよ。村大地が夢にずっと出てきて、ゲネも終わってないと。座長の健太君に言われたんですけど、毎日違うことをしよう、そういう気持ちを持って本番に挑むと毎回毎回試合も違ってくるし、降りてくるんですよ、田中が。こう、さっと。そんな感じ。みんな好きやん、ここにいる人たちは。最後の僕はやっぱ、マジキでよかったなと思って。なんかちょっとでも、ブラボーに。恩返しじゃないですけど。僕の理想の日向像みたいなのは、ほぼ 100% 出せたかなと思ってます。いただきの景色見ましょうよ。行くぞ。